はい、どうもお世話になります。今回ね、この伝説の三悪魔、これに挑みたいと思います。伝説の三悪魔というと、アトラスとかでしょ。アトラス、それからベリアル、バズズかな。まあ、この三人、三匹なんですけどね、結構強いんですよね、これね。ちょっと油断したらすぐ全滅するでしょ。ドン・モグーラとかね、S キラーマシーンとかね、ちょっと挑戦してみたんですけど、いやー、ちょっとやっぱすぐやられましたね、情けないことにね。伝説の三悪魔、捧げました。いや、違うかってやん。こっちか。これやね。バラモスブロス、キングヒドラ。で、バラモスゾンビ。戻ってもうたよ。キングヒドラからちょっと戦ってみたいね。やるか。死んでもうた。あれ、おお、これは。よし、まず1匹。どっちがいい？次。バラモスゾンビかな。こいつ攻撃力強いからね。うわ。ブレイクブレス。これは何？あ、しびれてんのか。もうちょいね。うわ、来た。ネクロボンドの波動。やばい。変なとこで生き返らしたな。もうちょい、バラモスモンド、もうちょい。ああ、死んだ。通行の一撃やんけ。うわー、強いな。半端ないな、攻撃力がな。
よし、バラドンダーシャー、バラドンゾンビ。うん、まあ、10匹やな。頑張れ、みんな。もうちょいだな。いけるか。ここで油断するとまた殺されるんですよね。うお。ニューグランデ。うわ、離れろ。あ、こっち来る。あと半分、あと半分よ。中央グランデで探しますよ。どうや、もうちょい、4分の1。よし、あともうちょっとや。頑張れよ、メイラ。大丈夫か、もうちょいやぞ。で、おっしゃ、倒した。伝説の三悪魔。キングヒドラ、バラモス、ブレス、ブロス、バラモスゾンビの三悪魔でしたね。いや、よかった、倒した。あ、向こうか。で、紫の宝箱は出てるみたいですね。これは何かな。あ、チョーカーの破片2つ、それから福引き券、福引き券か。いやー、なんとか無事に生還することができました。よかった、ホッとしましたね。よかったらまたチャンネル登録もね、お願いします。じゃあ以上で今回は終わりにしたいと思います。